新年、父はぎっくり腰に、そして母は足の裏にバイ菌が入り、足が腫れてしまう事件。歩けません。本日は1月6日月曜日、今年度の仕事始めの日になります。子供たちはまだお休みです。しかし本年一発目、私たちは病院に行きます。なぜならデレン、母ちゃん足の傷が化膿してパンパンに足が腫れる事件発生。トラブルが止まりません我が家。というわけで年始早速母ちゃんを病院に連れて行きたいと思う。 Here we go。 湯沢町保健医療センター、湯沢町で一番大きな病院です。行ってみましょう。ここで受付。うん、小鳥さん、葵さん、母ちゃん、病室に呼ばれてから随分経ちますけど、まだ帰ってきません。大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？心配？うん。足本当に切ってんの？わかんない。もしかしたら手術してるかもしれない。引き続き母ちゃんの戻ってくるのを待ちましょう。はい。母ちゃん戻ってきました。診察結果はどうでしたか？ですね、まずバイ菌が入っているということで、はい、どこに？足の裏ね。はい。足の傷口から。足の傷口の皮を今全部取り、はい、軟膏の抗菌薬、はい、薬を塗って今ガーゼをしている状態。今ガーゼを、足ですね。うん、ちょっともうこれブーツ履くのがきつい。足切ったの？足切ったって言わん。いろいろ出した。なんだったら、心の海も全部出してもらったらどうないかじゃないですか？ないです、ないです。失礼。通院しなくていいの？よかった、大したことなくて。いや、だから今週もちょっと滑るの。わかんない。治り具合によるだけ。私たち、もう早速、トラブルだらけです。まあ、怪我とかね、病気とかっていうのが一番しんどいので、この程度でしたら、すぐに治ると思います。頑張りましょう。私たちトラブルだらけです、いつも。